こんばんは。あ、エアトレインのリクエスト始まった。ありがとう。さすが。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、ありでした。ありでした。こんばんは。まだこんばんは。こんばんは、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 こんばんは。こんばんは。みりんが19時半をお知らせします。イエーイ。30分間大変ありがとうございました。ありがとうございました。割とそんなに当たんなかったです。だから当たった方は激レアでした。だいたい一人当たるか当たらないかなぐらいだったので、ありがとうございました。なかなか難しいのかな、やっぱり00分だと。もしみんながめっちゃやってるのに全然当たらなかったなら、ちょっとやり方を考えようかなって思いました。そうね、ずれるとずっとずれそう。別にそれは私なんかずっと4分間隔とかずっと3分間隔とかでやってるわけじゃないから、そう全然それはなんか一回ずれると当たらないみたいなことはないですよ。そうね、確かにあんまり意味ないのかなって思っちゃった。みんな00とかにしないよねって。あ、さっき言ったの。さっき見てたかな。そう、さっきね、この30分間00分でやりますって言ったんだけど、そう、なかなか当たらなかったのでちょっと考えます。ありがとうございますね。やってくださってるならもし当たりたいし、全然もうみんながだから全然やってないんだったらもう勝手にやるし、みんながやってるならそうちょっとでも当たりたいからどうしようかなっていうのでした。はいね、せっかくなら対戦したいので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、
ということでですね、先ほどお伝えした通り、まあ、さっきも配信やってたんですけど、そう、今からはですねインスタグラムを更新していきたいと思います。イエーイ、インスタグラムを更新します。ふーん、やったの方は今夜何分だっけな、ちょっとごめんね、文章は全然考えれてなくって、ちょっと調べに集中しすぎちゃった、申し訳ないです。チャレ0時、21分から今夜も0時21分からなの？毎週木曜深夜0時15分からって書いてるけど、今夜も0時中21分からなの？今夜0時21分から、広島ホームテレビで、マテアムテレビで今夜2時分から。東京の方は、はい、東京の方何時、何曜日、何日、何日、昨日だったから7日、7日の7日だった、10、みんなで協力して文章考えていこう。水曜深夜2時30分から、ありがとう。水曜深夜2時30分、30分か35分か、どっちからだろう、どっちですか、他に意見はありますか、ないですか、どうでしょう、どうでしょうか、皆様、昨日は2時35分からだった、あ、2時35分、ありがとう、35分か、2時35分から、東京 MX で、ありがとう、毎週水曜だから、東京 MX で、東京はあれなのか、東京 MX で14日、世界一の朝食、あ、もう言っちゃった言っちゃった、
あ、予告で見たから OK。 まあそう、でもちょっと何を投稿するのかをバラしてしまいましたね。神戸へ行ってきました。ちょっと映えだったので送りますね。できました、できました。できました。ふわ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 、あ、神戸は修学旅行で一回行ったことある。本当にいいところだよね。そんな写真を投稿します。ツイートですか？いいえ、インスタグラムです。今からインスタグラム更新します。ぜひともいいね、そしてですね、ぜひコメントをくださると読まれるとか読まれないとか、ぜひ早めにコメントをくださると、言います。そう、インスタの投稿をします。インスタ集合。それでは行きます。あ、番組表見たら9月15日の MX は甲斐さんと篠原さん他になってるが、じゃあ違うのかな違うのかな。今回の神戸の時もそうなってた。神戸の時は滝野さんになってました。ちょっとそこ確認してみよう。ちょっとみんなどうだったかな、知らないかな、そこまで気にしてないかな、ね、そこまでわかんないよ ね、 そうだよね。じゃあ一応東京の方は毎週にしとこう。毎週水曜日深夜2時35分からにしときます。はい、それではいきます。インスタグラム更新します。いきます、いきます。うん、ちょっと待ってね。はい、それではいきます。10 9 8 7 6 5 5 5 5。はい、それではいきます。インスタです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。えい、しゃー。
ミスク、ヒータン、ライハ、ホンさん、ユキタン、チートモレポ、ヤマナビ、ジュンジロウ、ポロ、ネオ、ケンティ、サユミサンタ、ナオ、モリモスタ、タクノキ、8月コトロ、ライバ、ケントト、ハルキ、ケンジ、ニシ、ナゾ、ニャンコ、ミヤ、ナオ、リブ、ありがとう。ありがとう。おしゃれ写真。かわいい。かわいい。行ってみたい。ユミリン美人。神戸、この友達住んでます。この前行ったよ。絶対に行きたい。毎週楽しみにしてます。かわいい。美味しそう。ユミリン、かわいいよ。かわいい。うわ、めちゃめちゃ豪華ですね。楽しみにしてます。かわいい。美味しそう。オーストラリアの貴族みたい。ポポン、ポポン大賞のタンポポ。あ、ポポンタっていうのね。以上のユミリンもかわいい。次の、次回予告でユミリン吠えてたの楽しみ。あ、見た？あれあれちゃんと理由があるんですよ。絶対今日見てくださいね。あの予告見た方は。そうなのそうなんです。めっちゃおしゃれ、かわいい、素敵です。1個目はあきらさんでした。ありがとうございます。コメントもね、早い方、なんぼ早くてもいいですからね。めちゃめちゃ豪華な料理、今週もリアタイで見ちゃおうぜ。ありがとう。これは美味しそう。そう、財閥令嬢とのモーニングみたいな素敵な写真ですね。豪華な朝食、パンが美味しそう。めちゃくちゃ贅沢な食卓。そう、美味しそうやね。ユミン可愛い、可愛い。ユミンとデートで行きたい。おしゃれな料理で楽し、美味しそう。ユミン可愛い。神戸って何してもめちゃおしゃれに感じるよね。なあちゃん、シティユーラスコン以来の神戸行きたい。色鮮やかで美味しそうだ。めちゃ豪華。めちゃ豪華だよね。5枚目は神戸港ですね。そうやね、かわ、美味しそうやね、かわいい、かわいい。そう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 、皆さん5枚投稿したのでぜひ見てください。 B 神戸、 B 神戸、 貴族ですね貴族ですか。ありがとう。南京町懐かしい。滝野さん美しいです。俺も行きたい。来週神戸から行っちゃおうかな。あー、ぜひぜひ。あ、 MX 内の瀬戸チャレホームページは神戸会の続きになってて、あ、本当にありがとう、教えてくれて。だそうです、だそうです。うん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 、必須行ってないな。神戸、神戸いいとこだよね。 B 神戸の近くでミニライブ&ハイタッチ会が懐かしい。あったね、大好きな人だっけ。あったね。あ、テレビガイドは来週もユミリンとミーちゃんになってました。本当にありがとう。ストーリーのコメントは見てるんですか。ストーリーのコメントはね、見てないです。なんか DM に行っちゃうんだよね。 DM はね、あんまり見てないので、なんかあったらインスタの普通のコメントに見てもやってもらえると嬉しいです。生ハム美味しくない、豪華、食べきれないほどの料理だね。バイダー、5枚目めっちゃ好き。なーちゃんのラスコン以外神戸行ったことないから行きたいなーねー。そう、 B 神戸でね、写真撮ってみたかったの私。ここで何気にお初写真です。お初写真、今ねインスタグラムを更新しました。今インスタグラムを更新しました。今コメントするとなんか読まれたり読まれなかったりします。ミニかわいい。山口は土曜日だから楽しみにしてます。あ、ありがとう。そうだね、土曜日見てください。ぜひ南京町と B 神戸行ったことある。そう、 B 神戸ね、なんか写真撮るのなんかちょっとインスタチックでよくないですかすごいね、海外みたいですね。ユミリン似合うね。ありがとうね、いいよね、とっても。神戸港公園が懐かしいです。本当にそうだよね、本当にそうだよね。うん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 、本当に。え、今インスタグラムを更新しましたので、ぜひ。お朝食美味しそうですね。ねえ、美味しかったです、とっても。あ、番組見れないんでインスタで楽しむ。確かに
そうしてそうしてそうして、よかったらここでいっぱい知ってください。素敵な朝食かな、おしゃれで綺麗。あ、そうそうそう、これね、朝食、世界一の朝食って言われてるんです。そう、めっちゃ綺麗だよね。長袖やりみます。ありがとうありがとうありがとう、素敵ですね。番組見ますね、ありがとう。めっちゃ美味しそう、リアルタイムで見ますね、ありがとうございます。美味しそうですね、豪華豪華、とっても豪華、とっても豪華でした。ハッシュタグ、ねえ、そう、色鮮やかだととってもいいよね。タグ付けする、あれ、タグ付けができない。あ、できたできた。山口、東京の皆様、ホームテレビで今夜に、ちょっと待ってね、引用リツイートした方がいいかな。ごめんね、時間がかかっちゃって申し訳ないです。ちょっと美味しそうだよね、本当にめちゃくちゃ美味しかったですめちゃくちゃ美味しかったです。楽しかったでした。山口、東京の皆様も楽しみに。はい、次はですね、次はですね、皆様ツイッターに集合してください。ツイートします。ツイートします。ぜひぜひ。あ、ごめんなさい。と言っても引用のリツイートなんですが、ぜひともご覧いただきたく、皆さんに集合をかけた次第でございますし。うん、行きましょう。ありがとう。それでは、ツイートします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、えい、いいね、福ちゃん丸、福持ち、アウストラロピテクス13、
ピエール、香港、グッチョブ太郎、トシ君、青のり、ミヤ、クリーミー、ヒーロー、ボム、ケンチャク、ファルコン、ゴーセブン、ミエスクー、リツイート、クリーミー、ニャンコ、イソケン、ゴーセブン、フクちゃん丸、おやっさん、ヤナタラコ、ケンちゃん、スギアン、アッキー、ヒーロー、ジュージ、あるある NKYK、ユバ、ハシケン、ヒシオ、キャロット、ナリバー、ありがとう。リアルタイムで見ます。ありがとう。はよ次回の見たいわね。見ます。ほんと、すごい。すごい豪華です。楽しみ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。水曜日が楽しみ、放送楽しみです。美味しそうなリポ見ます、ありがとう。豪華すぎですよね、本当に豪華すぎだったのよ、本当に本当に豪華すぎだったのよ、うん、豪華すぎてびつくりでした。とってもずっとびつくりでした。めちゃくちゃ美味しかったです。まあでもいろんな感想はぜひとも番組をご覧くださいませね。ぜひともぜひともご覧くださいませ。そうなの、やっぱり公式さんのやつが雪で、あ、本当だ、スタッフさんめっちゃ鏡に映ってる。天足さんとの写真もあるので、公式さんだとみんなで写ってる写真なのでね、見てもらいたく、あれかな、向こうのスタッフさんかな、このここの、あ、でもほらちゃんとみんなフェイスガードをしてマスクをしておりますのが証明されましたね。これで証明されました。ちゃんとスタッフさんは感染対策を徹底しております。はい対策バッチリ最強さすがです、さすがです。ねえ、 TVer ないんですよ。 TVer 瀬戸茶で求む、いいね、ティーバー欲しいね、求む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 、そう、大切な方のためにも対策、そう対策、あ、そうだね、ティーバーさんにもぜひお便りお願いします。じゃあ瀬戸チャレ、瀬戸チャレが見たいですってぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひみんなの力を使ってね、よろしくお願いします。はい、それでは七並べトーイ、3分から20時3分から並べます。20時3分からよろしくお願いします。ちょっと暑いな、今日はね長袖なんですよ、長袖、朝起きた時にすごく秋を感じたので、うん、放送してくれてる MX さんに関しては本当にね、本当にそうだよ、本当にそうだよ。3分から3分から並べます、よろしくお願いします。しま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 し
分かな、あと1分だ。そうだ、私が昨日買ったものをそれもツイートしようかなって思ってたんだ。ちょっと落ち着いた。あれですよ、メールに送ったあれですよ、メールに送ったふん、3分です。そう、ちなみに今日はもうぐっすり寝ないといけないので、今日用にねちょっといい入浴剤を買ってきました。いい入浴剤を買ってきたので、そう、しっかりお風呂に浸かって明日、そう、明日のためにね、ちょっとさーってならないといけないです。お、ヨンヨミリンです。コルトさん、キューさん、マイ、福ちゃん丸さん、ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう。あ、全然ね、皆さんね、対戦してね、私と対戦してわざと負けなくて大丈夫です。はい、みんなも勝ってください。私はね、勝ち負けも大切なんですけど、もう皆さんと当たった時点で私は勝ちですから滝のカードさんと当たった時点で私はもう勝ったも同然なので、うん、あとは対戦よろしくお願いしますって感じです。まあ一個お願いがあるとすれば、なるはやでカード出してもらえると、もうね、それももう勝ち負けよりもちょっと大切かもしれない。なるはやでカードを出してほしい。あとはもうガチで買ってくださいはい、なるはやで、それは大事。そう、大事なんですよ。私はね、結構回数をやらないといけないので、うん、そうなんですよ。ぜひよろしくお願いします。なるはやで、そう、忖度なしなるはやでお願いします。なしなるはやさんで、ただカード残っちゃった、ね、おめでとう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 。いいよ、出していいよ。はい、次は7分からやります。7分から。そして私が昨日買ったのは、じゃん、ユイリーさんの写真集です。普通が好き、普通が好き、ユイリーさんの写真集を昨日フラゲしてきました。私、そうなの、昨日ね東京にいまして、そうなの、東京だとフラゲがあるからちょっと合間に、あ、なんかちょっとちょっと合間にちょっと本屋さん行きたいですって言って、本屋さんによってもらって買ってきました。どうしてもフラゲがしたく、せっかく東京にいるなら。え、もうね、かわいい、かわ、めちゃくちゃ綺麗、これ綺麗だなってなりました。あとはね、すごくね、劇場に、AKB さんの劇場にね行きたくなりますね。私はね、劇場の写真でした。ポストカードかな、が、ポストカード、ランダム封入のやつ、劇場でした。劇場一言メッセージ付きでした。7分からやります、七並べ。そう、かわいい、そうなの、昨日の、そう、昨日の夜帰ってきて、また明日行くんですけど、結構往復多めかな。この前、おとととといぐらいも日帰りぐらいで行ってた結構皆さんの知らぬ間に何往復かしてます私。
移動の画面。えい。来たかな来たかな。おお、400ミリです。ありがとう。全然言えなかった。ありがとう。大輔さん、台湾のゴさん、リティさん、ありがとうございます。ありがとう。大変よろしく。あ、5周年予約してありがとう。5周年本ね。ありがとうございます。ちょっと私イベント参加できないんですけど、そうね、楽しみ。発売、発売とっても楽しみ。うーん、ね、9月もいっぱいありますね。本当にいろんなこといっぱいだ、盛りだくさんね、盛りだくさんね、本当に盛りだくさんすぎる。私の写真集もセブンネットさんにも入荷したみたいで、結構いろんなところで買えます。はい、ぜひ。まあでもみんなはもう持ってるかな、まだ持ってないよって方とかいたらぜひチェックしてみてください。お願いします。しましょう。おめでとう、おめでとう。次は10分からやります。20時10分からやります。早いスパンで。ちょっとこれ、ちょっと10分までに、ちょっと待って、ね、あと1分でちょっと写真、ね、これ写真撮ったらね、昨日ね写真撮ってたんだけどね、写真撮ったね、ユーリーさんの顔にもね、なんか加工がかかっちゃってあのね、ちょっと顔が変わっちゃうのよ、大変なの。そうなの、顔が変わっちゃうの。自分のそのいつも撮ってるやつで撮ったら、そうなの。だからそう、なんかね、リップとかがねついてるのよ、私がいつも撮ってるフィルターで撮ると。だからなんか顔ギャンとかじゃないんだけど、そういうのじゃなくてね、メイクがついちゃうメイクがついちゃうの。せっかくなんかちょっと薄メイクで撮ってるのに勝手にメイクついちゃうから。お、あと20秒です。10分から配信します。配信じゃないよ、引き並びしますい、ふん、あ、ありがとう。また4ユミリンだ。なんかちょっと無敵になってきた気がする。ありがとう。柏木まさきさん、たったさん、太田さん、ありがとうございます。ありがとう。きっとあれかな、私と対戦するからって今だけカード変えてくださってる方とかもねいるのかな。ありがとうございます。ありがとう。だからちょっと写真集単体で写真撮ってツイートしようかな。あ、こちらも4ユミリンでした。お、ぜひグッドラックですね。みんなで頑張りユミリンしちゃってください。ミーのカードが出ないですね。なかなかそういうの出ないよね。でもね、なんか私なんか一番最初にさ、あの始める方、今から始める方は一番最初になんか推しメンを選んでねみたいな感じの時に、あの滝野由美子ってやると、なんか滝野由美子のカード1枚ぐらい入るらしいよぜひご参考に、参考にしてみてください。まあさすがに私推しさんで違う子を適当にとかはないと思うんですけど、ぜひ参考にしてください。ぜひぜひのぜひ。ちょっとこれ終わったらユイリーさんのやつツイートしようと
いいさんにおつつゆとしようと。2位になれたね。2位になれたね。勝手に作った。2位になれた、ね、ありがとうございます。うんうん、ありがとうございます。あ、4位になっちゃった。頑張ろう頑張ろう。みんなやってるからね。ちょっと待ってね、これゆいりーさんの、ごめんね、私手がブスで、手がブスなんですけど、ごめんね、手がブスで、ちょっと手がブスなんですよ。で写真持って撮ったんですけど、これ単体でなんかネイルとかしてないから、ちょっと手がブスです、申し訳ない。なんか手がブスだな。手がブスだな。なんか暗いからかな、何なんだろう。なんかすごい手黒い人みたいに。ちょっと待って、もう一回撮ってみる。頑張るね頑張るね。こうしよう、こうしたらいいんだ。こうしたら私の手が映んない。よき良きでした。ふつりーなんだっけ、ふつりーハッシュタグふつりー。なんか選抜メンバー紹介動画をだって、なんだろうこれ。これなんかよく流れてるやつじゃん。どっかで、どっか船とかで流れてるやつじゃん。めっちゃおもろい、めっちゃおもろい。あ、今見てるよ。あ、見てる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 。あとはふつりふつりなんだっけ。ちょっとゆいりーさんのやつ見よう。村山村山、あ、ふつりが好き、ありがとう。ふつりが好き、ハッシュタグふつりが好き、ふつりが好き。昨日フラゲしてました。発売おめでとうございます。発売日おめでとう、発売おめでとうございますって、なんか上から、別に気にしすぎ、それは気にしすぎ、それは気にしすぎ。気にしすぎ。本当に。ふふふふ、してました。発売おめでとうございます。大丈夫？ありがとう。なんか私は個人的に、あのさ、なんか全部キュンキュンポイントなんだけど、このさ、手しか出てない人がいるじゃないですか。このさ、ネイルの感じからしてさ、もうそうだよね。なんか
なんかあえて、え、見ました？見た方います？見てる？ゲットした？まだゲットしてない？今からゲットする？ゆりさんの写真集、このそう謎の親友のって、え、これってさあ、これはこの写真を、次のページの写真を撮った方の手ですかね。すごいさあ、あ、でもこのむにゅってし方はそうだここのここむにゅってしてるの、いや、なんかこの手しか出てない感じがもうドキュドキュですよね、本当に。なんかそう、あとこのなんか爪のちょっとネイルの感じとかもね、なんかそう、あ、見ました、そう、なんかさね手しか出てないのって、なんかお二人らしいですよね、とってもキュンキュンの、そう、もう 上位ドキドキですもん。その次のページの写真も超好きな写真ばっかり、好き、超好きな写真ばっかり、いやーてかね、本当に綺麗なんだよね、ゆいさんって本当に綺麗なんだよね、本当に綺麗なんだよね。あとはこういうなんかピンクの衣装とかでお洋服でリボンつけてるゆいりーさんとか、あんまり私的には見ないですよね、見ないゆいりーさんだなと思って、それもとっても写真集ならではですよね。制服の感じも良きです、制服の感じも、ね、良きです。いやー良きしか言えなくって、なんかもっといいこと言いたいんだけど、なんだろう、かわいい、このカバー取ったやつも超かわいい。え、これどこの写真だろう、これ載ってなかったな、載ってなかった気がする、このかぶってるやつ、これ限定なのかな、そこ限定の、裏表紙限定なのかな、かわいい、裏表紙限定、本当にいいときはいいしか言えない、え、そうだよね、それありがとうございます、素敵な写真ばかりで、なんて言ったらいいんだろう、なんかなんて言ったらいいんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、綺麗も可愛いもかっこいいも、綺麗も可愛いも、かっこいいも、重なって、素敵すぎました。あと、AKB さんの劇場に、そうね、ツイートしてもいいと思う、え、もうヤバヤバのドキドキでしたしか言えない本当にお友達の、お友達の手の出演、なんて言ったらいいんだろう、お友達の手の出演ヤバヤバでしたやばやばでした、はい、はい、ツ
ツイートします。これはどうしようかな。これはなんか これはこれはツイートします。ツイートします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。いいねいいね。馬之助、藤本悦樹、ティップティップ、福持ち、ヒーロー、なお、スバル、山慶、おやすさん、ツニア、マート、ゼクスト、イケボ、ユバ、カズ、文字リツイート、グチョブ、タロ、ヒーロー、ナンナン、セブン、ゼクスト、イケボ、リュウジ、スランプ、アシケン、ユバ、カープップ、なお、クマイパパ、リックン、ありがとう。ありがとうございます。はあ、ありがとうありがとう。綺麗だね。本当で尊い。え、本当にそんなに本当に尊い尊い。フツリーが好きで大丈夫。あ、フツリーが好きじゃないの？フツリーが好きだよ。写真集、ハッシュタグは。はぁ、合ってるよーって。ありがとう。はい、それでは七並べします。27分から、七並べしましょう。9時はね、ベッドタイムだからね、なんかそれまでには終わろうかなって思ってます。9時からは配信せずに、配信、お風呂入りながらとか、しなびしたいと思いますので、皆さん、ちょっと配信あと30分ぐらいですので、よかったら配信中にも当たりましょう。よろしくお願いします。27分からやります。入りながら、まったりしながら、27分からやります。ふん、今日も疲れです。中華街ロケしてました。中華街じゃないよ。あれは神戸です。神戸だよ。よかったら写真だけじゃなくって文字も読んでもらえるととっても嬉しいです。そう、中華街
横浜もあるもんね、中華街はね。あ、ヨンヤミリンでした、ありがとう。ゆばさん、京太郎さん、クリシュナさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。 B 神戸さん、 B 神戸、 B 神戸。ねえ、 TVer あったらいいんだけどね。TVer といえば先週のフットワード、まだ TVer で見れます。はい、ぜひ。そしてそしてかな、鉄オタも聞き逃しできます。東村さんが、あ、でもめいめいさん終わる頃には多分私も終わっちゃうかも、配信。そうなの、私もね9時ぐらいに終わるからね。そうなんですよ、そうなんどすえ。ひー、1位、もう上がった、イエイ、頑張れみんな。皆さんがなるはやでやってくれるから、すごく早く、早いスパンでできる。次30分からやります、30分から、30分から。ありがとう、みんな配信見てて、みんな私のファンの人だと、そう、いっぱい早くできて嬉しい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。お、ハピネスもらえた、よかった、いっぱい当たってくれてるじゃん。10秒です。三ゆみりんでした、たくのき、たくのぎさん、かきひこさん、ありがとうございます、ありがとう。ちなみにもし違うこのカードでやってて合わせてくれてる方は、ぜひもし合わせるんだったら、そう、お道カードだけ私にしてくださって、ちょっと嬉しいですし、それが無理だったらもう全然無理でいいので、ちょっとだけ時間ずらしてもらえるとね、すっごくもうみんなが喜びます。ありがとう。で、まあでも配信見てなくてもね、配信見てないところでやってる方もいるから、全然そこは全然いいんですけど、そう、配信見ててっていう方にはちょっとお願いしたいなって思ってます。ぜひとも、なむなむ。ねえ、ふわふわふわ、もう今日もあっという間だね、もう9時になっちゃうんだ、あっという間だ、秋だね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 、早いね。今日はちょっといいパックをして寝ます。あとは久しぶりにスチームをして寝ようかな。久しぶりにスチームして、パックはねほぼ毎日してます。お、2位だった、やっぱみんなで出すの早い、ありがとう。次は33分からやります、33分から。ありがとう、ありがとう、
33分からやりますし、33分から先生、ね、追いつけないって方はちょっと一回お休みして、また次のやつからやってもらえると嬉しいです。33分からです。あと30秒ぐらいかな。ねえ、はい。そして皆さんも言ってますが、いよいよ明日はミュージックステーションです。まあこれだけみんなで言ってて、多分見ない方は、まあ仕事の方以外はきっといないんじゃないかなって思うんですけど、ぜひとも見てくださって、そしてハッシュタグでつぶやいてもらえると嬉しいです。 STU 運営が言ってる、運営がSTU 公式が言ってるハッシュタグで、ぜひともつぶやいてください。あ、ヨンヨミリンでした。西さん、マー君さん、元内48さん、ありがとうございます。すごい、1500%だって、すごい、ありがとうございます。ありがとう。そう、ハッシュタグ STU48 初めてのアイムステ、初めては、ひらがな STU じゃなくて STU48 でお願いします。ハッシュタグはよろしくお願いします。あ、ハッシュタグ滝野由美子もつけます。あ、じゃあそれはちょっとみんなにしかお願いできないから、みんなにお願いしていいですか。ハッシュタグ滝野由美子は、じゃあそれはもう私のファンの方しかつぶやけないことなので、ぜひハッシュタグ滝野由美子でお願いしていい。これはお願いしてもいいかな。いいと思う。あ、ワイプも見るしか、そうだね、ぜひぜひ。そう、私明日どうなってワイプに映れるような席にいるのか分かりませんが、ね、トークの時にあれってみんな入れるわけじゃないから。そうなの。お、終わった、ありがとう、早い。次は36分からします。36分から。そう、もしワイプに私が映ったら、ワイプに映りながらきっと緊張してると思うので、ワイプに映ってる緊張してる私も見ながらよろしくお願いします。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。36分から、30秒。ね、次はタレントに、ぜひぜひ。あ、ロングインタビュー感動したよ、ありがとう。ロングインタビュー読んでくださってありがとうございます。確かに明日の今頃はもうスタンバイとか何時ぐらいに出るんだろうね。それもお楽しみに。最初らへんなのか後半なのか、それもお楽しみに。ちょっと1秒ぐらい遅れちゃったかも、申し訳ない。あ、でもちょっと遅くなってる。お、サンヤミリンでした、ありがとう。なるかみさん、北野たぬきさん、ありがとうございます。ありがとう。ねえ、もし花壇に、ひな壇に座れる、ただいっぱい見てください。どうなんだろう、座れるかな、喋るとこあるかな、どうかな、どうだろうな。
心なしがちょっとそろそろ心なしか眠たくなってきた気がします。いいことだ、早く寝て明日に備えよう。とってもいいことだ。まずこけないよ。そうだね、こけないように。あ、でも階段はね今ないんだっけな、確かコロナで。そう、みんな集まっちゃうとね、いけないから。うんうん、あ、ユミリセンターで見たい。ありがとう、そうやって言ってくれて。さあ誰なんでしょうか。間違えてパスしちゃった。お、早い、みんなありがとう。3位でした。次は39分からスタートします。7並べ。ありがとうございました。ありがとう、私カードでやってくださってありがとうございます。39分からあと30秒です。死ぬとかでいろいろ悩んでた。ああよかった、それはよかった。20秒あ、初対戦だったの、ありがとう。お、ちょっと重いぞ。あ、やったー、ヨンユミリンです。ありがとう、ゴーセブンさん、長澤孔明さん、アツシさん、ありがとうございます。ありがとう。忘れてしまいます。ああ、じゃなくってきっと今の時間はきっと人が多いのかもしれないね、私のファンの方が。だからやっぱり狙い目は明日の朝ですね。朝、明日の朝5時ぐらいから。やってみましょう。やっぱりでも何分ごとってやるとなんかそれより早くできた時ってなっちゃうので、とりあえず今日の夜と明日の朝は、何分だったとしても00秒から並べます。で、そっちの方がまあ当たる確率は高くなりますよね、そのなんか適当にやるよりも。ありがとうございます。早い、やっぱりみんな。42分からやります。42分からそうか、それで一旦やってみます。明日の5時からよろしくお願いします。それでそうまた考えます、どっちがいいのか。少しでもなんか遅いスパンだったとしても何分からとか。でもそれで確実にみんなと当たれるならそうするけど、なんかねその保証もないですしね。そう、完全ランダムよりはそう当たりやすいかなって思ったので、42分から。本当にドキドキする、明日の M ステ。本当にドキドキする。
にドキドキする。お、ヨンユミリンです。ユッキンさん、モジさん、アインさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そうだよね、アーティストさん多いからあんまりトーク時間とかないのかもね、もしかしたらね。そうだよね、もう連続でみんな歌っちゃうとかなのかな。ですよね。うん、確かにね、そうだよね。初登場は尺長く、でも初登場さ なんか私たちだけじゃないからね。そう、いろんな初めましてがみたいな感じだったから、今週はそうだからどうだろうね。楽しみ、どちらにしろ楽しみだなねえ。そう、緊張ドキドキする、ドキドキするな。もちろん歌番組全部ドキドキするんだけど、ドキドキします、いっぱい。初登場、初めての場所で歌うってね、ドキドキしちゃうよね。楽しんできます。テレビの前でみんながいると思って楽しんできます。お、2位でした、ありがとう。次は46分からします。ありがとうございます。そう、でもこの曲もね、いっぱいいろんな方に伝えたいので、まずはもちろんその番組を楽しむこともですが、この曲を聴いて少しでも何か心が動く方がいたらいいなと思って歌わせていただきます。きっといろんな方が、いろんなところに住んでる、いろんな経験された方、いろんな、ね、年齢の方、いろんな方が見てくださってると思うので、ね、46分から、46分からです。46分からです。いい曲ですね、いい曲ですよね、本当に。ヨンユミリン、ありがとうございます。あるある NKYK さん、いっちーちゃんさん、ダンチンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。すごい、今日ずっとこれだったらもう無敵じゃないですか。私このスパンで超すごすぎる。あ、ユイリーさんからユミリンにフラギしてくれてありがとう。ちょっと続きが見えない今、ごめんなさい、通知が来た、ユイリーさんから。ちょっとしてない、待った。通知が来ました。すごい丁寧な方ですよね、本当に。ユイリーさんも反応早いね、反応早い。
本当に早い。ぷは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 、あ、どうしようかな、どうしようかな、あ、どうしようかな、こうしよう、どうしようかな、どうしようかな、まあいや、誰が勝ってもいいですからね。あ、勝っちゃった、ありがとう。1位ありがとう。次は49分からします。49分からします。あ、フレしてくれてありがとう。優しい、優しい、だってそんな、そんな尊かったですよ、本当に。すんばら49分からします。49分から尊かったです。49分から、何をして、今ね、シティ48の七並べっていうアプリゲームをしてます。わかんないよね。あ、めっちゃぐるぐるしてた。10秒ぐらいくるくるしてた。あ、でも一人当たってる。リュウジさん、ありがとうございます。一緒にぐるぐる仲間？ありがとう。一緒に飛ばされたのかな？ずっとユンユビリン、素敵。どんなゲームですか？なんかオンラインで対戦できるんですけど、ただ対戦するんじゃなくって、なんか本人も遊んでて、本人とも遊べるゲームです。本人ともオンラインで対戦ができちゃうっていうST48のゲームです。ガチ本人がやってます。そう、メンバーと対戦してて勝ってもいいんですか？あ、全然それはいいよ。うん、いいんだけど、今イベントをやってて、そのこのアプリ内のイベントをやってて、今からもしなんか、あ、ちょっと始めてみようかなって方は、今からダウンロードすると、なんか最初にカードが10枚もらえるんですけど、その前に、そう、滝誰推しですかみたいなやつで、滝乃美子ってやるとカードが10枚もらえる中に、多分私のカードが1枚くらいあるんですよね。あ、それもセットされてるかな。で、それを選択した状態で七並べをすると、そのカードの経験値分、私にポイントが入ってくるんですけど、経験値が高いほど勝った時のポイントが高くなるし、なおかつ4人で対戦できるんですけど、そのやっぱり1位の方がいっぱいポイントがもらえます。そのカードを設定してるメンバーにポイントが入りますっていう。あとは私的には、私は私のカードを設定してる人と私が対戦したら、それでめっちゃポイントがもらえるんですよ。だから今、そう、私のカードのをやってる人集合っていう感じでやってます。そう、次は53分からやります。53分からで、なんかこの53分からやりますとかは、53分00秒、皆さんの時計で、電波時計とか、53分00秒にこのゲームプレイっていうゲームをさ始めるっていうとこを押すと、マジこれ単純で、せーのでポチって一緒にやると、同じタイミングで入ると当たる確率が高くなるんですよ。
から一緒にやろうっていう感じでやってました。そのなここでさ5-4とか言ったらあのなんかラグがあって、ね、ラグがあるからどうしてもできないんですよ。なのであ今度さいいねのやつもさちょっとさ今度電波時計でやってみようかな。そういえばちょっといつかやってみます。今はさもうみんなさんラグ満載でお届けしてるじゃないですか。でももうみんないつ来るかわからない感じのでやってるけど、いいね選手権もさねできたら面白いよね。お、ヨンユミリンですね。イケボさん、トトオさん、タクノギさん、ありがとうございます。そうメットもありますからね。そうメットもありますからね。あ、ツイッターは更新しながら待ってます。そうだよね。そうだからしかもねフェイントあった時に来ない来ない来ないないやフェイントかーみたいな感じになっちゃうから、ちょっといつかやってみよう。いつかやってみよう。でもそろそろ私も配信を終わります。ありがとうございました。そうシナーベのルールね、なんか説明だといまいちちょっとうまく説明できないので、一番ねなんかやってたらよく分かってくるので、あの STA48 のシナーベっていうアプリね無料です。無料で楽しめます。無料である程度楽しめますので、コツコツ頑張ると結構コツコツポイント貯まっていきます。ぜひぜひ。明日はヘムステだー、ヘムステだー。明日の朝もし朝起きてた人は朝とかツイートができたらいいな。ぜひ楽しみにしてるね。ありがとう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 。明日楽しみにしてます。ありがとう。あ、ダウンロードしたので後で楽しんでみます。あ、ぜひ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 ちょっとやりながら楽しんでください。ありがとう。次57分からやります。57分から。あ、3位になってる。すごいじゃないですか。皆さんありがとう。みんなと当たれたからだ。これはみんなと当たれたからだ。今みんなとめっちゃ当たってるからだ。私がありがとう。確かにめっちゃ接戦だね。4人でだって全然4人でいつも入れ替わってるもんね57分からよろしくお願いします。毎日入れ替わってる。朝夜でも入れ替わってるね。あと30秒。あ、瀬戸チャレの CM やってる。嬉しい。これがラストかな。
ヨンヤミリンでした。ありがとうございます。ノンタンさん、アオトさん、スギヤさん、ありがとうございます。ということで配信はそろそろ終わります。私今日9時までなので、ありがとうございました。明日の、この後はですね、何分間隔とかじゃなくて、何分かの00秒にやってます。何分間隔だとちょっとなんか待たないといけなかったりとかして、時間がね、早く終わった時とか時間がもったいないので、なるべく私が回数ができる、なおかつ皆さんと当たりやすくするために、あ、ね、今ダウンロードした方もあの電波時計とかで、例えば1分00秒とか5分00秒とか、何分にしよう00秒にゲームプレイを押すと、もしかしたら私と対戦できるかもしれませんという感じなので、ぜひ今からやってみようかなっていう方もちょっと気にしてみてください。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ男女読みます。よいしょ。13位、ミケネコファミリーさん、ありがとうございます。12位、クマネパパさん、ありがとうございます。よいしょ。11位、ビョンドクさん、ありがとうございます。10位、ヒーラさん、ありがとうございます。あ、バーストしちゃった。9位、YAS1007 さん、ありがとうございます。8位、スバルさん、ありがとうございます。7位、スランプくんさん、ありがとうございます。6位、リュウジさん、ありがとうございます。5位、イソケンさん、ありがとうございます。4位、ケイさん、ありがとうございます。3位、ケンジ部長さん、ありがとうございます。2位、ティファチンさん、久しぶり、元気で何より、エムステ頑張り、ありがとうございます、頑張ります。1位、ひしおさん、ありがとうございます。ということで、はい、明日エムステぜひ見守ってくださると嬉しいです。あとはあの SNS とかでね、ハッシュタグとかでいっぱいつぶやいてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。ここにいる皆さんにはぜひとも、私推しの方はぜひハッシュタグ滝野由美子でお願いします。任せた、そこは任せた。 STU のハッシュタグは STU のファン皆さんで、みんなでいっぱいつぶやいてトレンド入り目指そう。だけど私のハッシュタグは私のファンの方に任せました。ぜひ、そう、そんなにきっともういっぱいいるわけではないので、はい、一人一人の力が本当にちりつもになります。ぜひともよろしくお願いします。あとは本当にエムステを一緒に楽しんでください。エムステに出れたことを感動は勝ち合いましょう。ぜひ明日は、はい、明日は配信じゃなくってテレビの前から皆さんにたくさんお届けできたらいいなと思います。それでは明日もよろしくお願いします。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。しなべやりましょう、この後。